二匹の野良犬、バマート・ラザラスに見つめられながら、肉を食べるジョシュア・ノートン・カーニズムは、人類と他の動物との関係を論じる際に、用いられる概念で、動物製品の利用と消費、特に食肉の消費を支持する、支配的なイデオロギーを指す。マルタン・ジベールとエリーゼ・デ・ソルニエによれば、カーニズムは、ある種の動物製品を消費するように人々を仕向ける、イデオロギーを指し、本質的に、 ビーガニズムに対地されるものである。カーニズムという言葉は2001年に社会心理学者兼ビーガン活動家のメラニー・ジョイが作ったもので彼女の著書なぜ我々は犬を愛し豚を食べ牛を身にまとうのかによって普及した。カーンはラテン語で肉を意味する。ここではカーニズムは様々な防衛規制とほとんど疑いようのない前提に支えられた支配的な 信念体系であると指摘されている。この理論によれば、イデオロギーの革新は、肉食を、自然、正常、必要なもの、良いものとして受け入れることである。カーニズムの重要な特徴は、特定の種の動物のみを食品に分類し、もし他の種に適用すれば需要すべからざる、動物虐待として拒絶されるような観光を、これらの動物に対しては需要する点にある。 この分類は文化相対的なもので、例えば韓国には犬を食べる人もいるが西洋では普通はペットであり、また西洋人は牛を食べるがインドの多くの地域では保護されている。日本語では肉食主義と訳される場合もあるが、菜食主義から類推されるような動物性食品だけを選択的に摂取する食生活を意味するものではない。なお、 この意味での肉食主義や、その実践者に相当する語としては、英語に、ミータタリアン、ミータタリアニズムがあり、その中でも特に肉だけを食するものを、ミートガン、ミートガニズムという。肉を含めた食生活を送る人々を意味する語は、多様であり、ミートイーターないしフレッシュ、イーター、フレシスト、カーニボー、メアタリアンなどが考えられる。ジョイが定義するところでは、 自分は肉食者であるという言名は思想的な立場を含まない行動様式を意味するのに対して自分はカーニストであるという主張は肉食動物消費支持者であるという信念を伴う選択である。文学者のルナン・ラルーは古代ギリシアから現代に至るベジタリアニズムとそれに対する思想の歴史を紐解く中でカーニストの主張とも言うべきある共通性を見出した。 彼によれば、カーニストは一般に、ベジタリアニズムは、傾聴に値しない、馬鹿げた考えであり、人類は、神から動物に対する支配権を与えられ、動物に対する暴力を慎むことは人間に脅威をもたらす、と主張していた。家畜は、苦しむことはなく、病死や捕食による死よりも、屠殺の方が望ましい、という見方が19世紀に広まったことを、ラルーは発見した。 ただし家畜は苦しまないという考え方については、古代ギリシャの菜食主義者で、ウールのように動物を屠殺する必要のない人道的な畜産を衝動したポルピュリオスの記述に前例があったことも彼は突き止めた。1970年代、動物の道徳的立場に関する伝統的な見方に対し、心理学者、リチャード・ライダーら動物の権利擁護派が疑義を呈した。 ライダーは1971年に種差別の概念を提唱したが、これはただその種に属することのみに基づいて、個人に価値や権利を付与することと定義される。2001年、心理学者で動物の権利衝動者のメラニー・ジョイが、種差別の一種として、カーニズムという言葉を作り出した。この思想が動物の食品利用、とりわけ食肉のための屠殺を支えていると彼女は述べる。 ジョイはさらにカーニズムとパターナリズムを比較し、いずれもその普遍性のために認識されない支配的なイデオロギーであると主張している。我々はベジタリアニズムを見るように動物や世界、我々自身についての一連の前提に基づく選択肢として肉食を見ることはない。むしろ我々はそれを少与の普通にすること、今まで通り、いつも通りのやり方として見ている。 私たちは何をしているか、なぜしているかなどを考えずに動物を食べている。なぜなら、この行為の根底にある、新年体系は見えないからである。この見えない、新年体系こそ、私が、カーニズムと呼ぶものである。サンドラマールクは、肉食によって、他の形の動物搾取に関するイデオロギー的な、正当性が喚起されるという点において、カーニズムは、 種差別の問題の核心であると主張している。ブリンダー版の路上で休む牛。東洋の一部文化圏では牛は神聖視される一方で西洋文化圏では牛肉として消費される。調理された犬と課金。西洋文化では犬は食されず課金は食用となるが東洋では犬肉食が行われる場合もある。カーニズムの中心的一面は人間のスキーマによって 動物は食用、非食用、ペット、怪獣、捕食者、あるいは娯楽動物に分類されるということである。どの動物が食物とされるかは文化的によって異なる。犬は中国や韓国では食用にされるが、他の地域では愛されているか、あるいは中東やインドの一部のように汚いものとみなすがゆえに食用にはならない。牛は西洋では食べられるが、 インドの多くの地域では崇められている。豚はイスラム教徒やユダヤ教徒には拒絶されるが、他の集団では広く、食用として認められている。こうした分類法がその動物への扱いを決定し、その動物の感覚や知性に対する主観的認知に影響し、動物に対する共感や道徳的関心を増減させると、ジョイや他の心理学者は主張する。ジェフ・マネスは、 カーニズムは、ほとんどの人々の価値観や行動におけるパラドックスに根ざしていると記す。すなわち彼らは、動物に危害を加えることに反対しながら、なおも動物を食べるのである。この矛盾が認知的不協和を引き起こすが、人々は、精神的麻痺という防衛規制によって、それを抑えようとするのだと彼は唱える。動物を気にかけることと、 動物に害を与えなければならない食事を受け入れることとの間の明らか葛藤は肉食のパラドクスと呼ばれてきた。肉食のパラドクスが西洋人に認知的不協和を引き起こすという説を支持する実験的証拠がある。西洋人はより知的能力や道徳的に転移にあると考える動物をより好んで食べ、逆に食べている動物を知能や 道徳性に欠けるものとみなす。さらに、動物を食べ物に分類するか否かが、動物たちの知能的特徴に対する、人々の認識に影響を及ぼし、肉自体を食べる行為によって、人はその動物の知能が低いと思うようになる。例えばある研究では、馴染みのない異国の動物について、現地民がそれを買ったと聞くと、より知能が低いと評価し、別の研究では、 ビーフジャーキーを食べた後では、牛の知能をより低く見積もった。動物製品の由来を考えないことも、戦略の一つである。動物の頭部や他の無傷な体の一部がほとんど、食肉として提供されないのはこの理由によるとジョイは主張している。ジョイは、肉を食べる人々が、肉の消費を、正常、自然、必要なものとみなしているとして、正当化の 3N という考えを導入した。 3N は、奴隷制や、反女性投票権といった他のイデオロギーの、正当化においても叫ばれ、彼らの支持するイデオロギーが解体されて、初めて問題含みのものと広く認識されるようになったと彼女は主張する。この議論では、人類は肉を食べるように進化したこと、人類に肉食が期待されていること、生き残るため、強くあるためには、 肉食が必要であることを信じるように人々が仕向けられているとする。こうした信念は宗教、家族、メディアなど様々な機関によって強化されているという。科学者たちは人間が肉を食べることなく食事に十分な量のタンパク質を得られることを示してきたが肉が必要だという信念はなおも存続している。ジョイの著書に基づいて 心理学者が米国とオーストラリアで一連の調査を行い、結果が2015年に公表された。ここでは肉を食べる人々の大多数が、正常、自然、必要に加えて、美味という 4N に基づいて、肉食を正当化していることが分かった。その主張は、人間は雑食動物であり、ほとんどの人々が肉を食べ、ベジタリアンの食事は栄養に欠け、そして肉は、 美味しいというものである。こうした主張を支持した肉食の人々は自らの食習慣についてあまり罪悪感を覚えないと報告する傾向が強かった。彼らは動物を客観化し動物に対する道徳的配慮が少なくまた動物への意識が低い傾向にあった。彼らはまた 社会的不平等と階級的エデオロギーをより支持し、自分の消費者行動にあまり誇りを持たないことも分かった。感謝祭での七面長贈呈と大統領による七面取りの恩赦はカーニズムの一例として取り上げられる不協和の寛解の一例はメディアが救われなかった何百万の命を無視して虐殺を免れた一匹の動物に焦点を当てる。 屠殺場からの救済の物語に顕著である。この二分法は、カーニズムの特徴であるとジョイは記している。これらの物語の中心をなす動物の例としては、シャーロットの贈り物のウィルバーや、ベイブの主人公、ベイブ、サイ・モンゴメリーチョ、ザ・グッド、グッド・ピックのクリストファー・ホグーと、二匹のタムワース、シンシナティ・フリーダムなどがある。別の例として、 米国の感謝祭における七面長贈呈の儀も挙げられる。2012年の研究によれば、これを報じたほとんどのメディアでは、生きた動物と食肉の関係を阻害しながら、養鶏業を叩いていた。ハフィントン・ポスト、ザ・ステーツマン、ザ・ドラムの当初は、動物への作詞行為に対する議論や、問題提起を容易にするものとしてこの用語を、称賛した。生肉業の業界史、 ドローバースキャトルネットワークは、まるで動物性食品を食べることが、精神疾患であるかのように描いているとして、用語の使用を批判した。ありがとうございます。